ソウル、ちょっといいか。はい、何でしょう。書類作業は滞りなく進んでいますが、何か。いや、一緒に食事でもどうかと思ってな。昼食ですか。そうですね。ソウルさん、ちょっとこの資料を見てもらいたいんですけど。あれ、もしかしてお取り込み中ですか。わかりました。すぐに確認しましょう。他の処理もよく見るとまだ溜まっていますし。というわけで、申し訳ありませんが、仕事が入ってしまいましたので。そうか。では、今日は一人で行くとしよう。いや、タイミングが良かったです。おかげで助かりました。そうですか。なんだか邪魔しちゃ悪い感じがしたんですけど。それが、先日一緒に食事をしてから支部長に誘われることが増えてしまいまして。どのような心境の変化なんでしょうね。まったく、心臓に悪いったら。いや、あれはそういう微笑ましい光景じゃないと思う。え？どういうことですか、ロジーさん。たまたま二人の食事に遭遇してさ。ロジーさんには感謝していますよ。ええ。どうしてロジーさんまでそんなに暗いんだろう。でも親子なんですから、食事くらい行ったらどうですか。何度か行ってみれば慣れますよ。何を言ってるんですか。私の神経は小鳥の羽のように繊細なんです。あの人に威圧されるような状況で食事なんて取れるわけがないでしょう。あ、ダメですね、この資料。チェック部分を修正して再提出してください。本当に繊細な人はそんな風にダメ出ししないですよ。それはそれ、これはこれです。講師のけじめはしっかりつけなければいけませんからね。そういうソウルさんだって支部長と話すときは仕事帳ですよね。講師のけじめがついてないんじゃないですか。うまいこと言うようになりましたね。支部長さんだって大好きな息子さんにそんな風にされたら悲しいと思います。今度支部長さんにお昼を誘われたら断っちゃダメですからね。努力はしています。私だっていい機会だとは分かっているつもりなんです。ただ時間をください。私にだって心の準備というものがあるんです。支部長さんから声をかけてくれてるのに、なんだかもったいないな。もっと仲良くできればいいのに。
つ。これでいい。これでいい。わか。これでいい。た。け。そんなに熱心に見て買いたいものでもあるんですか？そうですね。ここはその、そう、品揃えが豊富なので本当にそうですか？ミーチェさんも物好きですね。好き？はい、好きです。ほほう、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。好きなだけ見ていってくださいね。好きなだけ。これは絶好の機会では。いや、焦っちゃダメだ。このプレゼントは最後に。あれ、またミーチェ君がカトラちゃんのお店にいる。何か買うのかな。あ、そっか、そういうことなのかな。こんにちは、ミーチェ君。プレゼントは決まったの？あ、エスカさん、その話は。プレゼント？何のお話ですか？ミーチェ君がプレゼントを。わぁ、それを言っちゃダメです。え、そうなの？別に話してもいいと思うけど。ダメに決まってるじゃないですか。僕がどれほど悩んだことか。え、だってお仕事で送るプレゼントのことだよね。てっきりカトラちゃんのお店で探してたのかと。え、あれ違ったかな。あ、すみません、少し勘違いをしていました。その件は内密な話だったものですから。なるほど、そうだったんですか。いや、道理で長いこと悩んでると思いました。そういうことなら私に任せてください。とっておきの商品を提案しましょう。そういうことなら、あなただったらこの中で何が欲しいでしょうか？この品揃えの中でですか？特にないな。特にないの？それはそれですごいね。すみません、私の好みじゃあんまり参考にならないですよね。じゃあこの謎の綺麗な石はどうでしょう。幸運が来るかもしれませんよ。石では、それをください。ありがとうございます。いや、売れてくれてよかったです。では、僕はこれで。あ、うん、喜んでくれるといいね。僕が選んだプレゼントだと少し難しいかもしれません。さて、どれにするかな。材料は何にするか。
これ、よし、始めるぞ。こうしてもいいの。さて、何が起きるか。さて、何が起きるか。どれを使おうかな。材料の力、どれを使おうかな。コストを上げてみるか。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするぞ。どれを使おうかな。もっと頑張るか。どれを使おうかな。あれ、材料入れたよな。これでいいか。さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。これで完成したぞ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。材料は何にするか。これでよし、はじ、さて、何が、どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするぞ。こうしてもいいな。よし、順調だな。あれ、材料、どれを使おうかな。コストを上げてみるか。さて、何が起きるか。どれを使おうかな。もっと頑張るか。どれを使おうかな。風を送る、どれを使おうかな。これ、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。
これでいいか？完成したぞ。材料は何にするか。これでよし、始めるぞ。こうしてもいいな。どれを使おうかな。火力を足すぞ。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするぞ。これでどうだ。どれを使おうかな。どれを使おうかな。どれを使おうかな。コストを上げてみるか。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするぞ。どれを使おうかな。こうしてもいいな。うまくいってくれよ。どれを使おうかな。火力を足す。どれを使おうかな。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするぞ。まだ大丈夫そうだ。どれを使おうかな。効力を上げるぞ。これでいい。さてと、よし。どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか？完成したぞ。多分これで完成だ。これって何でできてるんですか？普通のイヤリングに見えますけど。見た目はな。ただ実は中にいろいろ仕込んであるんだよ。多分前時代の技術か何かが使われているんだけど。多分って組み込んだのってロジーさんなんですよね？ああ、原理を教えてくれって俺もスレイヤーさんに聞いてみたよ。ふーん、なんて言ってました？わかりやすく説明するとだ、前時代の技術の中にはこういうものを使った攻撃方法があるらしい。ふむふむ。要するに何度聞かされてもそれ以上は何もわからないということがわかった。
なるほど。お疲れ様です。本当にどうやって攻撃してるんでしょうね。さあな。それにしてもこれで大丈夫なのか。攻撃が不発だったりしたら俺が怒られるのか。一体どうしろって言うんだよ。そんなの私に聞かないでくださいよ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。材料は何にするか。あれ、わかっ。いっ、これでいっ。いっ、これで。これでいい。わかっ。これでいい。わっ。さて、どれにするかな。材料は何にするか。これよし、始めるぞ。これでどうだ。どれを使おうかな。もっと頑張るか。どれを使おうかな。よし、順調だな。
さて、何が起きるか。どれを使おうかな。材料の属性値、どれを使おうかな。風を送る、どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことに。うまくいってくれよ。これ、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。完成したぞ。